フレキシティフレキシティスウィフトトラムリンク CR4000、軽電車クロイドントラムリンク CR4000、軽電車は2000年に営業運転を開始したロンドン交通局の LRT 車両である。1998年から2000年にかけて24両がバウゼンで製造され、ウィーンで最終組み立てが行われ、トラムリンクの各路線で運行されている。現在、 23編成がテラピア連車両基地に在籍している。ボンバルディアトランスポーテーションのフレキシティスウィフトを採用したケルンシュタットバーンの計4000型をベースとしている。76%低床の部分低床構造で3車体3台車の連接車となっている。車体はアルミニウム合金製で上部と下部に裾絞りがある。ドアはプラグドアである。登場当時は 赤色、白色、灰色の塗装だったが、更新工事で、ライムグリーン、白色、青の塗装に変更された。旧塗装時代内在は白を基調としている。座席は、モザイク柄のセミクロスシートで、車椅子スペースが設けられている。また、車内案内表示器や、ドアチャイムを装備している。車内の様子制御装置は、キーペイエレクトリック製 GTO。 VVVF インバータ制御である。主電動機は、アルストム製の全平地骨通風式のカゴ形参照、誘導電動機を採用。駆動方式は、リンク式駆動方式で、動力は、歯車と男性継手を介して伝達される。2008年から2009年にかけて、全車両を対象に更新工事が行われた。更新内容は、以下の通りである。 2016年11月9日、サンディランズ駅付近の急カーブで脱線し、転覆した。7人、死亡、16人、重傷、58人が負傷した。急カーブでの制限速度は時速2 0トルだが、事故当時は時速7 3トルで走行していた。窓ガラスが破損したため、鉄道事故調査部門は CR4000 型に搭載されている窓ガラスの 種類を調査した。レールレギュレーションオフィスは、脱線した車両の窓ガラスが、安全性に適合していたかどうかについてコメントすることを拒否し、デーブの調査のためにそうすることができなかったと主張した。ボンバルディアトランスポーテーションは、この脱線で、死亡の原因と思われる窓ガラスの種類に関する、情報の要求に応答しなかった。転覆した車両 AB ミラード、 ニール、エンド・オブ・アン・エラーズ・クロイデン、エスラ・ストレッド・トラム・ターンズ・グリーン。クロイデン・アドバタイザー、ストラスンバン、オンライン・ニーダー・フラー50から70%。グレーター・ロンドン・フォトス、フェータル・アクシデント・インバルビング・ザ・ディレイルメント・オブ、エイトラム・アット・サンディ・ロンズ・ジャンクション、クロイデン、9・ノーベンバー2016。レール・アクシデント・インベスティゲーション・ブランチ、AB。 ディドタイプオブグラスインクラッシュとトラム S ウィンドウズコントリビュートツーレスズ黒いデンアドバタイザーありがとうございます